2分で。東京リベンジャーズ265は始まります。あーすー。中学生にタイムリープした竹道が清正との一件で、マイキーとドラケンに会うことになった。マイキーとドラケンに呼び出されて、3人は自転車で川の土手を走っていた。マイキーを自転車の後ろに乗せてこぐ竹道。その時、自転車の後ろに乗っていたマイキーが新一郎のことを竹道に話した。10個違いの兄で。新一郎は、無鉄砲で自分より全然強い奴にも平気で喧嘩を挑むかっこいい兄だった。マイキーは、その頃、強さ以外の何かを求めていた。そして、この日、人生を大きく変える男が現れた。マレサキテツフとキサキテッタだった。2005年7月25日。キサキは、マイキーを呼び出した。話は、パーチンが捕まっていたが、無罪にできるっていうことだった。パーチンの罪を被る身代わりを用意したという。幼いも金さえ埋めば嘘の証言をすると約束してくれたという。あとは、マイキーさえ返事してくれれば、キサキは動くという。その様子をバジは、影から見ていた。7月26日。次の日、東万次のみんなと話し合いしていた。マイキーはキサキを東万に入れたいと言っていた。だが、ドラケンや三ツ矢君、そしてバジは反対した。キサキが信用できない奴だと思っていたからだ。マイキーは、キサキは役に立つし、キサキだったらパーを釈放させられる、と話した。ドラケンは、怒って立ち上がった。そんな汚い真似するためにチームを組んだわけじゃない、と。ドラケンと三ツ矢君とバジは、パーチンのことを同行する気なら東万次を辞めると言って立ち去った。8月1日。マイキーは、キサキとラーメン屋でラーメンを食べていた。東万次のみんながキサキのチーム入りに反対していることを話した。でも、マイキーは、竹道の間を取り持ってくれた、と話したら、キサキの顔色が変わった。マイキーはキサキが気に入ったという。東万次のみんなはいい奴だが、みんなに打ち明けられないことがある、という。マイキーは、いつからか、心の中に黒い何かがあるというのだ。その何かがたまに広がって全てをぶち壊したくなる衝動に駆られるという。キサキにそんなマイキー自身の黒い部分と付き合ってほしいと話した。そして、カズトラを殺そうとした時、竹道が助けたのだった。